報道するラジオ、今週の特集テーマ、民間の空襲被害者の救済と題してお送りいたします。え今日は新聞うずみび代表ジャーナリストの矢野博さんです。矢野さん、改めてどうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。よろしくお願いいたします。えー、今日、8月14日、うんはい、72年前の8月14日に、大阪で何があったのか。うん。はいはいうん、皆さん、どうでしょうか。うねはい、えー、あの、実は、 京橋駅って、もう本当に近いところで、私なんかも、しょね、ち JR の京橋駅って利用するところなんですが、うんうん、あの京橋駅が大変なことになっていたわけですね,、はいですねはい、太平洋戦争末期、大阪には50回以上の空襲があったんですけれども、はい、そのうち B29 爆撃機が100機以上来襲した空襲のことを大空襲というんですね、はい、でこれは計8回あるんですけれども。はい 最後の大空襲が、実は72年前の今日だったんです。うん、で、えー、ターゲットは、目標は、その、大阪城内にあった東洋一の軍事工場と言われた。東洋一だったんですか、はい、そうなんです。一時期6万5千人が働いていた兵器工場があるんです、あったんですけれども、えー、大阪砲兵工場とも言いますが、そこをターゲットに攻撃に来まして、うん、で、えー、空から爆弾を落としますよね。そのうちの数発が、 え近くにあったあこのお京橋駅に落ちたそのうちの一発が実はあの今の環状線のホームを突き抜けて下の片町線片町線の、はい、そこに逃げ込んでいた人たちを直撃したんですで駅舎ごと運びましたそ,そ,その時は逃げるための場所だった、うんです 空,中空襲は上から爆弾が降ってきますから、はい、環状線今の環状線のホームにいたら当たりますよね、えー、ですから下に片町線が通っていたから<ー>そのホームに逃げてたんですよ、はい、もちろん駅の,中には駅の中には防空壕があったんですけれども、えー、もうすでにいっぱいだった、はい、で空襲警報が鳴ると上下線ともに最寄りの駅で止まらなければいけなかったんですで不幸にも上下線がー、えー、京橋駅で降り、えー、止まらなければいけなかった でそこから数千人があの避難したんです駅の中へ避難した<ー>はい。でその駅に 1>,、うん、1トン爆弾がドーンってきたんですよ1トン爆弾っていうのはものすごい、はい、直径3 0ルの穴が開きますそして深さ1 0ルの穴が開くんですよそのお爆風によって人々はもうその爆風を受けただけでも死んでしまうぐらいの強烈なものなんですね はい、多くの方が命を落とされて、はい、名前が分かってるだけ身元が分かってるだけで210人、はい、この京橋駅の一発のその一、えー、トン爆弾によって<ー>はいしかし家族全滅ということもありますよね、えー、そうなってくると名前は分からない<あ>、はい、じゃあもっと多くの方が命を落とされているだろうと、うんうはい、500人とも600人とも言われてるんですね はあ、ラジオネーム、もろちさんという方が早速メールくださいまして、はいうん、大阪城のところに軍需工場があった名残が、大阪環状線の森の宮から京橋の間に残ってますよ、はいはい、他の大部分は高架になってますが、ここの部分は高架になっていないんです、軍需工場を外から見られないようにしてあるって聞いたことがあります、それ以来、この区間を乗車するたびに、戦争のことを考えます。うんうん 東洋一の軍事工場でそこにはやはりあの学徒動員された中学生もたくさん働いていたんです中学生の方たちですね、えー、今日は、ね、JR 京橋駅で、えー、京橋駅空襲被災者の方たちの慰霊祭がありまして。はいうん 千千葉葉が取材に行ってまままいいりししした千葉さんこんばんはこんばんここばばははお願いします京橋の駅私もよく行くんですけれども、えー、今日の慰霊祭の場所は京橋駅の南口のすぐそば、うん、改札出て右に曲がって、うん、本当にすぐのところの高架の脇に、うん、え仏像の乗った空襲被災者の慰霊の日があるんですね、はい、その前で行われました。はい 私は、京橋駅のこの場所っていうのは、これまで何十回となく通ってるんですけれども、えー、これまで意識して見たことはなかったので、うん、この慰霊碑の意味に気づいてませんでした。えー、泥脇の少しだけ奥まったところに慰霊碑がありまして、はい、その慰霊碑の前に、今日は日よけのテントが張られて、うん、昇降できるように祭壇が作られてました。 で今日は晴れて本当に暑かったんですけども、うん、式典が始まる30分も前からお年寄りの参列者の方がある人は黒い喪服に身を包んで、うんえー、次々と集まってこられていました、うんはい、では午前11時から始まった慰霊祭の様子を聞いてくださいそれではただいまより本年で63回目となります京橋駅空襲被災者慰霊祭を開始させていただきます 昭和20年8月14日午前11時を推し国刻すなわち本日ただいまの時刻なり突如なる訓衆敬法の中今聞いてもらいましたけども63回目の慰霊祭ということで、うんはい、半世紀以上長く続いてきた慰霊祭なんですけれども。 爆弾が落とされたまさにその時間に合わせて行われたんですけども、えー まあ、大体いいざっと数えて300人ぐらいの方は来ていたでしょうかね。さ、うんもね、ずっとこれには携わってらっしゃるので、えー、はい。ねはいはい、今日来ていて、うん。空襲を体験された世代の方から小学生まで、幅広い年代の方が来てました。この慰霊祭をお世話しているお寺の住職さんや、京橋の駅長さんらの挨拶の後、近くの小学校の子供たちが、この京橋駅空襲に関する作文、 を読んだんだですね小学生はこの京橋空襲の話を聞いて何を感じたんでしょうかということですが小学校6年生の女の子の女子作文を聞いいてください私は戦争のことをいろいろ学習するうちに京橋慰霊祭に是非参列したいと思うようになりました私のおじいちゃんが小さかった頃に京橋大空襲がありました 直接爆弾の被害は受けていませんがもしあの時京橋駅の近くにいたらきっとお母さんは生まれてこなかっただろうしもちろん私も生まれていませんそう思うとすごく怖いと思いましたもし自分や家族先生や友達があの時代に生きていたらどうなっ,たどうなっていただろうと考えたこともあります家族も友達もみんな亡くなって私だけ生き残っていたらと想像するだけでつらくなりました 小学のの女の子、ね、っこうやって想像するということ、は大事ですよね自分がそうだったら、はい、あるいはおじいちゃんがも,、うん、もしあの時空襲でやられていたら、ね、自分は、ね、いない、お母さんもいなかったって、うん、やっぱり想像力ですよね。 まさになんか自分のこととして、ね、<ー>考えてくれたというような感じなんですが、<ー>えー、このお身近な京橋駅で起きた出来事を、<ー>小学生は<ー>今日は3人が作文を読んでくれたんですけれども、<ー>3人のほかにも何人かが小学生が慰霊祭にさん<ー>参加しまして、お焼香をしていました小学生の子たちでもこんなふうにちゃんと。 自分の言葉で考えて喋れるんですね。知ることによってやっぱり考えるんですよね。はい、で、この小学校では、あの、毎年、その平和学習をやってましたね。<ー>で、戦争体験者の方に来ていただいて、うん、やはり戦争の、その、戦争がどういうものかとで、命の大切さというのをこう学んでるんですよね。うん、それがやっぱ素晴らしいですよね。はい。うん しかしながら、やはりあの、参、参加された方の多くは、やはり高齢者の方ということでして、家族に付き添ってもらって参加という方もいました。え、京橋駅の空襲を実際に体験されたという体験者の方も、だんだん今年を取られていってまして、72年ですので、毎年来ている方のお話ですと、今年はいつもの年に比べると、体験者の参加というのは少なかった。 では、うん、っていうふうふにお話ししされてましたそうですよね。私もあの、毎年会う方がいらっしゃって、はい、あの、吉富玲子さんという方なんですけれども、当時13歳で、お兄さんが15日、8月15日に姫路の連帯に入れなさいという赤紙が来たんですよ、ええ。で、それでお兄さんとお母さんと3人で、えー、寺田町の駅から、あの、 電車に乗って、そして京橋駅に着いたところで空襲警報が鳴って、そこで降りたんですけれども、えそこで、えー、空襲にドーンとして、えー、で、えー、お母さんはそのまま生き埋めになって亡くなります。で、吉富さんも生き埋めになってたんですが、お母さんが霊弓、霊弓、大丈夫という声をどんどんかけてたんですけど、その声がどんどんとやがて、そして聞こがなくなったということでね。で えー、お兄さんもその時亡くなって、うん、この吉富玲子さんんは13歳でで孤児になるんですよ、うん、この方が必ず言う言葉が「せめて一日戦争が早く終わっていたら私の人生は違う人生があったと思います」ということなんですよね、はい、その「吉富玲子さんも、えー、ちょっと怪我をされて今年の慰霊祭には欠席をされてました。 あの後でお電話かしましたら、来年は行きますからねというようなことをね、元気な声でおっしゃってくれたのが本当、救いでしたせめて一日早く会っていたならば、重たい言葉だと思いますうんあのそんな中、ですね、はい、1945年8月14日の大阪への空襲の体験者で、うん、今日参加されていた山本益江さんにお話を聞きました、はい、山本さんは今、93歳です。うん 落ちてきたこの時間十一時半というのはどちらにいらっしゃったんですか。もうあのここはは八時前後にもうここ競馬選挙降りてね、はい、ガモンの郵便局に行ってましたが九時までにはもう郵便局の仕事やから入らない間か,から入ってました。じゃあその郵便局で空襲を受けたと。そうです。<ー>はい。でその時の空襲というのはやっぱりものすごい激しいものだったんですか。防空はないから机の下へこう入ってもうちょっと外見たらブワーっとこう。 なんか雨を降ってるね。ぼんそれ後で聞いたそれが消費団が落ちてたで、ね、首上げて後で聞いてました。郵便局は燃えませんでした。で<も>大丈夫前の市役所とか消防署は燃やけてました。郵便局の前は、うん、もう火の見なってました。その情景というのはやっぱり七十二年経っても薄れたりはしないもんですか。まあ、何かにあったもそのばんでも余念されなかったらいろいろ昔のことを思い出してはこう。 京橋のこの,のこ,こ電車乗って通ったら、もう電車のその、どん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 、まあ、こう来たら、もうそのどんどん空襲のとに、どんどんって、うっ、た、音が、それのように思って見に行こう、今、72年たってね、戦争のこと、どう思いますかもう、戦争はもう、男の子できたら心配しました。 孫女の子女の子だよかったと思いましたの男の子ましてこんなことだったらいいと思いましたもうセンスは嫌ででで怖いいすす夜も眠れない日があるすらそううしょうね72年たってもやっぱり空襲は忘れないで雨が降っているような音がしていたが、うん、それが焼夷弾が降ってくる音だったっていうのは。 一体どれだけたくさんの爆弾が落ちてきたのかなというふうに思いますけどもそんなような状況だったそうですで他にも今日この慰霊祭に参加した人にお話を聞いていますまずは21歳の学生さんです直接の関わりじゃないですけどじいちゃんのお父さんだからひいじいちゃんが空襲で亡くなったっていうのを聞いてそれで はい、慰霊祭に参加させててもらってます京橋周辺そんな詳しくないんですけど、まあ、たまに京橋来る時にこうこの道も通ったことあるんでそういうこの大阪でも近くでこんなに空襲の被害出ててそれをいまだにこうやって慰霊祭を開いてしてるのはすごい貴重やなっていうのと戦争は怖いなっていうのは。 思いましたこれからもう来続けようと思いますすそうですね毎年この,この日でこの時間なんでできる限り自分が行ける時は行こうと思っています。 この学生さんは今日初めて慰霊祭に参加したんですけれども、慰霊、うん、祭は本当に貴重なものであるというふうに感じていてくれて、今お聞きいただいたようにできる限りこれからも来るというふうに話してくれました。はい、本当にこの世代にも伝わってるんだな、うん、といよくわかりました。そして続いては太平洋戦争の時に学生だったという、1929年、昭和4年生まれの 車椅子の男性にお話を聞いています当時16歳でした、うん、大阪の高尾橋のところのな向こうへ爆弾を負ったんほなそれはまあ学校の先生あの戦争中やからな大したことあれへんよね大したことあれへんいうことはない36人も死んでんねんそんな時代やあの爆弾が落ちてくるときっていうのは どほなあんたそ麦におったらどないになると思う ?1 トン爆弾あったら30メートルぐらい七百年くねんですりになほな目,目が飛び出んねんでさっかし耳を押さえて目を押さえて口開けてあ伏せとかなあかんねそれは学校で教育受け取ったからね 毎年ね、どんな気持ちでこの会場には来られています?。やっぱりな、ここへ来ないかんね、やっぱりな。神社参拝と一緒、正月にね。みんな、最後二十歳、大正十年ぐらいの人がよう死んでんな。我がい兄ちゃんがな。僕らでも、もうちょっとしたら、死ぬとこあってんけどな。 でも大正10年生まれは当時24歳の方々ですね<ー>その年齢の方々がたくさん亡くなったとおっしゃってますが空襲は本当に毎日毎日来たのでもう当時大阪は焼け野原でもう本当に毎日毎日来たんで空襲に慣れてしまわざるをえないというような状況だったそうで。 今はいい時代だな爆弾が落ちてこないからっていうふうに話してました。えー、で、この車椅子の男性は大阪の港区で空襲にあった体験があるので、うん、ずっと港区の慰霊祭に出席して,、うん、していたんですけれども、うん、終戦から30年で港区の慰霊祭は終わってしまったんですよ。 それで、こちらの方に来て、そこからずっとこの京橋の慰霊祭に出続けてるということなんですね。だ、うんうん、から、こういった戦争の慰霊の集いを続けているところっていうのは、今はやはり多くないんだと思います,、はい少,ないすね、少なくなってん,んですか、はい。少ないですね<ー>あの。私が知ってるだけでも4か所ぐらいですよ、今。 この男性は去年までは自分で歩いて会場に来られたんですけども、今年は車椅子に乗らないとダメだったんだよなというふうに話してました。うんうん、で、来年も慰霊祭には来たいんだけど、うん わからんわなということで、だんだん年いってきたら、参加者も減るわな、会場で会う知り合いも減ってきたなっていうふうに話してましたでも、ここへ来なあかんねんっておっしゃってたのに、ものすごく私は残りましたけど、やっぱりこの場、入れの場がいかに必要かっていうこと、ここへ来なあかんねんって。やっぱり自分が生き残った責任というか、そういう思いでいらっしゃるのかなというふうに思いますね。 この京橋の慰霊祭というのは、お寺さんが中心になってやってるんですけれども、まあ、駅だとか、ライオンズクラブの方々も協力されてますね。えまあ、行政ではなく、民間の人たちが集まってやっている慰霊祭なんですけれども、そうなんですかね。公的なものではないんです。公的なものではないんです。はい。民間の方々が。やってないんですか民間の方々の力でやってるんですよ。で、あの、この慰霊祭が行われてる現場の慰霊碑自体も自治体が建てたんではなくて、 で当時空襲の地獄のような状況を見た方が自分のお金を出して終戦から2年後の昭和22年の8月14日に建てたものだということでして亡くなった方の霊を弔うと同時にこの悲惨な記憶を後々の世代のために残さなければならないという思いだったんだと思うんですけれども本当に民間のお力によってこの空襲のあの遺影というのは続いてきてるんですねそうですよね。はい 私、うん、実はあの今日初めてこの慰霊祭の場に行ったんですけれども、うん、こうやって慰霊祭を続けていると確実に若い世代が戦争を考えるきっかけになるというふうに思いましたただ普段慰霊碑の存在がやっぱり気付かれにくいのと同じように毎年続けていないといつかはこの記憶が忘れられてしまうんじゃないだろうかという危機感も同時に感じましたので。 本当に、あの、さっきの21歳の学生さんじゃありませんけれども、うん、1> 年1回の慰霊祭だけでも、うん、もっと若い世代に参加して考えてほしいなというふうに思いましたし、うん、駅の横にひっそりという感じで立っている慰霊碑なんですけれども、うん、今日はあの、ラジオを聞きの皆さんも、ぜひ一度行ってみて、で,ね、で、うん、若い皆さんも、うん、戦争とは何かというのを、その日の前で考えてほしいなというふうに思いました。うんうん 私は何か公的な行事、うん、ああだとばっかり思い込んでおりましたけど、うん、個人の皆さんの思いで続けてくださってるんですねですからその主催者がどんどんお年を召すとやはり続けられないということでお辞めになるケースというのがこれまでありましたね。えー、はい、やっぱ続けていくことで伝わっていくんで、うんはい、想像力を持って私たちがかん自分の考えをこう深めていける。うんうんうん ね、そういう場ですもんね。うん、大切かということを。はい、そうですか。うんえー、千葉武者ナウンサーのリポートでした。ああや。引っかかるその裏側にこだわる報道するラジオ。AM 一一七九、FM 九マル六の NBS ラジオがお送りしています。 今日は特集テーマ、民間の空襲被害者の救済と題してお送りしております。新聞うずみび代表、ジャーナリストの矢野博さん。矢野さん、はい、今の京橋周辺の空襲について伺いましたけれども、はいうん、あの、こうした、まあ、空襲あるいは大空襲、日本全体では、うん、まあ、はい いろんなところで,で、ね、もちろん被害があったわけですが、はい、どれぐらいの方々が今ね66都市そして分かってるだけですよ、はい、66都市でそして、えー、4十9万人の方が犠牲になったというふうに言われてます50万人近い方々が犠牲になられた、はいそ,はいえー、それ分かってるだけですからもっと人数は犠牲者の数は多いかもしれませんそうした犠牲になられた方、うんはい うん、どういうふうに国が見ているか、謝罪するのか、うんうん、あるいは保証するのか、うん、いろんなやり方があると思うんですけど、うんうんね、このあたりはどうなっているのか私たちはその、どうしても戦争の大きさというのは、死者の数で見ますよね、まあ、数字で語ってしまいます。 これも仕方ないことなんですけれども、うん、やはりあの一方で、怪我を負った人、はいで、その人はこの戦後72年、ね、ずっとやはり苦しんできてるんですよね、うん、そういった人たちの,あの声というのが、なかなかこの伝わっていないというのが、今、現状じゃないかなというふうに思うんです、ね、お一人お一人の声がね。 声が多くあるんでしょうか、うん、やはりあの、例えばその爆弾の破片で手足をもぎ取られた人とか、はい、その焼夷弾という燃えるガソリンですよね。その焼夷弾で全身をやけどを負ってしまった人とか、はい、あの空襲でそのかけがえのない肉身を失って、はい、えー、孤児になった人とか、そういった人たちがやはりいるんですよね。うん、で、そういった人たちに、そういった人たちはどうしても国からの謝罪、あの戦争は 国が遂行した戦争ですから、うん、国策ですから、申し訳なかったという、謝罪が欲しいんだという声。はい、そして、一方では、やはり、あの、これだけ苦労した。で、はい、特に、手足をもぎ取られた人なんかは、あの、満足な就職もできずに、やはり苦労してきたわけですよ。はい、差別の目にさらされながら、今も生きてるわけで。はい、そういった人たちに対する、やはり何らかの保障が必要だというふうに、あの、言われてますよね。はいうん、うん。というのも、やはり、 この戦戦後72年見たたときに、はいえー、外国で戦争を終えた人つまり機関車、うん、日本に帰ってきた帰国者ですよねそういった人たちにも保障があるそして、えー、広島長崎の被爆者ですにとっても援護法という法律があって、はい、その何らかの保障はあるわけですそしてシベリア抑留者もそうですし、はい、今この72年戦後保証は大体片付いたんですけれども唯一 残されているのが民間の空襲被災者なんですよ。えだから元軍人だった人、はいはい、軍属だった人には、うんはい。その方々は真っ先にもう、あの、救済の手が差し伸べられました。日本が、 あの、占領下から、はい、ええー、言うなれば、独立した、1952年、うん、サンフランシスコ平和こう、えー、条約が、はいえー、施行された1952年4月、その時に、もうすぐに、えー、軍人恩給が復活し、はい、そして、ええー、援護法が、その、軍人軍属、旧軍人軍属に対する援護法が真っ先にできたんです法律もちゃんとできて、はい。できたんです。で、民間の空襲被災者たちは、 次は自分たちの番だというふうにずっと待ってたんですけれども、うん、それが全然実現しないどうして、軍人や軍属だった人には、すぐに保障がなされて私は2つあると思ってますどうして民間の人には何の保証もないまの謝罪もない、はいうん、そうなんです。 なくて72年来たんですね。なんでですか、二つっていうのは。はい、一つはね、はい、この軍人の、その、に対する、援護法が、あの、できた年というのが、1952年。はい、これは、朝鮮戦争の真っ只中ですよ。は<ー>、はい、はい。ひょっとすると、日本も、これ、えー、自衛隊につながっていくじゃないですか。最初は、警察予備隊。そして、<ー>52年に保安隊となって、これが自衛隊となっていくわけですね。うん、つまり、 えー、軍備がどんどん日本の軍の中で軍備が整っている時代だんです再軍備の時代はい。ですから、先の戦争で、えー、負傷した軍人、そういった人たちに保証をする。うん,うん。だから、この国はまた今度戦争するときにも、きちんと軍人さんにはちゃんと保証しますよという国にしたかった。そういうのが一つあると思いますね。次の戦争の時。はい。<事>戦争に行けって言ったって行かないでしょ行かないからねえ。 なるほど。はい。そういったのが一つあって。はい、もう一つ。つは、当時民間の空襲被災者は数が多かったということがあると思うんですよ。<ー>ですから、彼らにまでその保証してしまうと、うん、あの、国家予算がパンクしてしまうというような危機感があった。そんなことはないのに、えー、おそらくそういった危機感を持って、えー、どこかで線引きをしたかったんだと思います。はあ<ー>。はい。全部の保証したらもう国家予算がどうなるかと。うん だから彼らに対しては、戦争損害受任論と言って、ちょっと難しい言葉ですけど。戦争損害。受任論。受任って、受るって意味認めなさい。自分でそう受けな認めなさい。え、どういうことですか、それは。この戦争というのは、もうみんな大変だったんだと。だから、あなたもその損害を認めて、もう、え、そう。え、しゃあないって言と。そうです。そういう意味。みんなが、えらいことやってんから、あんたもしゃあないっていう。です。せやけど、みんなって、 あの、国民一人一人が戦争したくてしたんじゃなくて、それは一部の上層部が国策でやったんじゃないですか。はい、ですかそでそこの責任を回避するってことでしょうね。そね、うん。で、えー、みんなって言いながら、その、えー、被爆者もそうですし、その他の人たちは保障されてるわけなんですよ。で、物の方も後には、はい、そうです。ううのが少ないですよ。少ないですけども。保障はあった。うん、だけど、<ー>民間の空襲被災者だけは、 あなたたちだけは我慢しなさいということでしょ、結局は。それは私はちょっと、私ははっきり言って差別だと思ってますよ。うん、国による差別です。れそれね、うん、他の国はこの問題どうしてるんですか、はいうん、あのね、これ取材したところによると、はい、イギリスとか戦勝国は必ずあります。 え、保証をちゃんとしてるってことですかす、はい、民間の人たちに。ちゃんと保します民間の人たちに保証するんですか、はいうん、で、私、ドイツも調べたんですけど、<ー>ドイツ実際に行ってお話を聞いたし、はい、で、イタリアの話も聞きましたけど、うん、あの時の敗戦国であるドイツとイタリアでも、ちゃんと保証してるんです。民間の空襲被災者、はい。そうです。民間の空襲被災者に対して、保証してます。いや、そうやけど、それこそ、うん、あの、日本で心配された国家予算パンクして偉いことになるっていうことは起こなってないんですよ ななってないですよだから本当ははっきり言って詭弁だったんじゃないかなというふうに私は当時の日本政府のと私は思ってますけどねうん,うんあのー、70年経ったんだから、はいうん、もう諦めたらどうっていうような見方ってしかしかそれが私たち自身の立場だったらどうかなというふうに思うんですよねある あの、足を失われた方は、今も温泉に行きたいって言うんですよね。うん、しかし、義足をつけているから温泉に行けない。うん、その、えぇ、ー、ケンケンでそこまで行けるわけじゃないですからね。うん、で、松葉杖で、えー、行けるわけでもないし。で、私はもう一度でいいから自分の足で走ってみたかったとか、そ,そ,うそういうことを言っしゃるわけですよ。<ー>で、そういった人たちがやはり、あの、諦められないのは、もちろん自分たちの悔しさはあるんですけれども、うん 私たちがこの保証をする、つまり私たちに保証してもらうということを、はい、そういう法律ができるということは、国は今度、えー、戦争をする、して、えー、こうした犠牲者を生むということになると、えー、これだけお金がかかりますよ、えー、ということになりますよだから二の足を踏むでしょうということ。つまり戦争を二度と、えー、繰り返してほしくない。だから、この援護法を定めてほしいんですということなんですよ。 ご自分たちのお気持ちはもちろんありますけれども、それだけではなくて、本当に日本がこれからどんな国になるかっていうときに、すごく必要なんですね。戦争って、二度としないという決意につながる大きな、やっぱりくさびに。 なるのが、この戦後保障をちゃんと皆さんのためになる、うんね、ということだと。だって戦争したら国民が傷つくと、これだけの予算がかかりますよ<ー>ということになれば、えー、やはりそれはあの、防げる、止める道になるんじゃないかなというふうに、人たちも言ってますよねこれまでにも、なんとか、うんまあ、国会議員の中でも、なんとかしようよ、はい、戦後保障も必要だよという考え方の人たちも。はい そうなんです。いたわけですよね、はい。で、ようやくね、この国会で、はい、えー、実は援護法が、その民間の空襲被災者を救おうという、その法律が、はい、えー、党を超えて、超党派で、派ではい、えー、この通常国会で出る予定だったんですけれども、はい、今、ちょっとまだ足踏みの状態です。で、各党に今持ち帰って、骨子はできてるんです。だけど、もう一度ちょっと持ち帰って話し合おうよという段階で、この秋の、 予定されている、臨時国会では出るんではないかというふうに言われています。ただし、その骨子が問題なんです。十分なもんなんですか、はい、その中身はこの。この骨子の一つの、はい、一つ言えば、うん、今も身体障害が残っている人に一時金として50万円なんですよ。この50万円をどう見るかなんですよね。えー、で、えー、ある、その、障害を持たれた方は、これは、 申し訳ないけれども、うん、義足代にもなりません、ということをおっしゃってました。72年間苦しんできた、そのお、まあ言うなれば、はい、ご苦労さんという方で一時金を出される。それが50万円。えー、それはどうなんだろう。私はちょっとね、この額はちょっとどうなのかなというふうに私は思うんです。えーうん、しかし、この額でないと、おそらくその国は、 つまり、えー、厚労省とかその政府はですね、はい、通さないんじゃないかと言うんですけれども。本当ですかねしかしね、考えてみてください。いやほ、いろんな兵器に使うお金やら、ううん、どう、どうなんですかねで、軍人恩給というのが、軍人恩給とかね、その、軍人、旧軍人軍属に、えー、支給してきたお金っていうのは、一時一兆円だったんですよ、年間。で、それが今、うん、3000億円に減ってるんですよ。 もちろんなくなっていくというケースがあって、今3000億円なんですよね。はい、で、今回一時金として50万円というのは、うん、えー、大体全国でこの障害を持たれている方っていうのは1万人なんですよ。はい。ということは、50億円なんですああ<ー>。あの、一時金で1兆円から3000億円まで減った、その7000億円があったわけですよ。えーうん、で、一方で50億円です民間の空襲被災者のその障害を持たれた方だけに。えー、50億円というこの額の差。 これは正直私はもう愕然としました。うん。ですから、この援護法は成立してほしいんですけれども、はい、この内容のままで成立させていいのかというのは私の本当の本音の部分ではそこ、私もちょっと悩んでます。うん、成立は必要でしょうけど、<う>内容がこれでいいのかっていう話まで,でしておかないと、あ、こんなもんなんだっていうことで片付けられても困る、はい。成立したらおそらく世間は、 これで良かったじゃないかってなりがちでしょう、はいうん。で、もう終わったもんだと思うでしょう。うで、今度その額を上げてくれって言ったら、なんだ、あの人たちは結局金が欲しいのかというふうに思われても仕方ない。ないうん、うわそんなところに今私たちは、はい。いてるんですね。はい。新聞うずみ日代表ジャーナリストの矢野博さんと今日はお送りしております。 報道するラジオ、新聞うずみび代表ジャーナリストの矢野博さんとお送りしております。矢野さん、はい、あの皆さんからいろんなお声をいただいてるんですが、うん、モンブランさんって方はですね、い,すねはい、いや、8月15日のことはもちろん分かってましたけど、うんうん、8月14日に京橋大空襲があってあ、うん とても驚きました終戦がもう少し早かったら、うん、国家がちゃんと国民に戦争の敗北を知らせていたなら、ね、こんなことにね、うん、たくさんの方が亡くなられることはなかったのにと。うんうん おっしゃいます。この情報が。そうですよね。本当にかで、実はね、あの、一日と言いますけど、8月10日に実は、ポツダム宣言の受託をこう、通知してるんですよ。はい。はい。で、1 0日に回答が来て、そこからに、えー、日本政府はまた、紛糾するわけなんですよね。1 0日に、それをまま受け入れていたら、1 0日が終戦記念日になってたはずなんですよね。<ー>ということは14日の空襲もなかったし。 それからの15日に空襲もなかったわけですよね、えーえー、この14日と15日で2日間で10か所の空襲があって、えー、2300人が亡くなってますからね、えー、はいで結局日本爆弾とおっしゃいましたけども、うん、そこまで追い込まれてるのに、うん、そこまでの、うん、その強力な巨大な爆弾を落とす必要があったそれはあの工場を潰すためだったからですでそれが流れて落ちてきたと。 言ううんですけれれども本当なののかといはそわざと狙ったんではないかという話もあります二代目道之助さんって方は環状線をよく利用するんですがそんな傷跡が一番利用する区間に存在しているとはと胸が痛いですとやっぱり今日のお話でそうだったんだこんな身近なところでっていうことをお感じになった方大変うことが嬉しいですよね。まずは えー、そして、万所明さんという方がくださったのは、うん、私は昭和20年4月生まれです。うん、戦時中の栄養失調のために、うん、で、まあ、退治であった、うん、あということもあって、うん、十分栄養が行き渡らず、うん、先天性の全盲として生まれました。うん こんな形での戦争被害者がいることもぜひ伝えてください。ありがとうございます。教えていただいて、うん、いや、私自身も、うん、あの京橋の大空襲のこともそうですしね。うん、あのー、この、うん、いただいたこのメールの方のお話もそうですし。うん、もう知らないことだらけなんだって。うん、いい年してお恥ずかしいんですけど。いやいやうん 本当に感じますね。知らないから人に伝えられないわ。いやいや、だけど、知ることがまず大事ですから、今日知ったということは、まず、ここから第一歩だと思いますよそしてこう、想像して考える場、今日のような、その京橋の慰霊祭のような場を、大きくなくてもいいから、小さくてもなんか自分の場で何か伝える、何かをできないものかって思いますね。 あの、お茶しましょうってラジオネームの方はね、誰かが止めてくれるやろうと思ってたら、うん、誰も周りが止めてくれない、うん、引っ込みがつかないところまで来てしまったような気がします。うんうん、まあ今のこの北朝鮮の状況なんでしょうね。そ,うねはい、そして人の感情から戦争は始まるのかなという気もします。うんうん、もっと周りのことに関心を持って、うん 何か起こる前、うんうん、物事のその前に対処しないと飽きませんよねやはり対話だと思いますよ相手のことを知らないとそれはもう行き着くとこまで行き着いて憎しみの連鎖ですからねそれをいかに止めるかそれはもう話し合うしかないと思います,いす、ね、あのメルケルさんがね、うん、その軍事的な打開策ないでしょっておっしゃるけどそういうなんか ちょっと頭を冷やすような発言をね、うんうん、日本は外交としてやってるのかなって、私は、ね、とても気になってるんですけど、おっしゃる通り、うん、外交力がどんだけ必要な時かって、うんうん。強いものについてたら大丈夫だというような、そんな錯覚でいますもんね、今も。うん、それは外交と呼べないです矢野博さん、どうもありがとうございました。